チーズバーガー、本名グランデル・リートルジョーンはアメリカ合衆国のプロレスラー。ローを主戦場とし、ローのレスリングスクールであるロー道場のアシスタントも務めている。デビュー当初はフィラデルフィアのビヨンドレスリングやニュージャージーのレスリング・イズ・リスペクトでリーチ・ランダのリングネームで活動していた。2013年7月11日にシカゴで開催された。 A. ナイト・オブ・フープラで、ロー、デビューを飾る。ロデリック・ストロングとタッグを組み、カイル・オライリーとボビー・フィッシュのタッグチーム、レッドラゴンのロー世界タッグ王座に挑むも負けてしまう。2014年に入ると、J.D. サルの持つ、ロー世界 TBE 王座に、ボルチモアで行われた、セカンド・ツーノン、カーボンデールのロード2、ベスト・イン・ザ・ワールド14の2度挑戦するも、獲得には至らなかった。 ブルータルボブ・エヴァンスとタッグ、ブルータル・バーガーズを結成するも仲間割れを起こし、構想へと発展、フィナールバトル2015のキックオフ賞にてエヴァンスを破り構想を終了している。2016年に入ると、再び TBO 王座を狙うようになり、タイトルホールダーのロデリック・ストロングに挑戦するも失敗している。2016年1月4日のレッスル・キングダム10イン。 東京ドームの第0試合1分時間サバトルロイヤルニュージャパン乱暴にサプライズ登場。また、これを機にレジェンドレスラーである重心サンダーライガーの得意技の手のひら底をフィニッシュとして使用するようになった。2017年1月4日のレッスルキングダム11 in 東京ドームの第0試合1分時間サバトルロイヤルニュージャパン乱暴に登場。最後まで残る。 2018年1月4日のレッスルキングダム12イン東京ドームの大霊試合1分時間サバトルロイヤルニュージャパン乱暴ンに登場最後まで残るありがとうございます